どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。また、この動画、朗読動画となっております。音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけます。また、すぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらご利用ください。さて、 本日朗読していくのは蘭育次郎作「闇に溶ける男」です、えー、この「闇に溶ける男」はですね月沢俊平シリーズと言われる、えー、第一作なんですけれども、えー、1940年に発表になりました蘭育次郎の作品の中では珍しいこう探偵のシリーズものなんですけれども蘭育次郎の探偵シリーズものっていうのはこの月沢俊平シリーズと「 えー、このチャンネルでも朗読している少年探偵王シリーズ、まあ、この2つぐらいみたいですね。でさらにですねこの月沢俊平シリーズ、まあ、何作かあるんですけど、えー、シリーズのうちでも結構作風が変わっていっててこの第1作にあたる闇に溶ける男はかなりエンタメ要素が強い作品だなと思っていますので、えー、そんな風に楽しんでいただければなと思っております。 それでは改めまして本日朗読していくのはラン・イクジロー作闇に溶ける男ですそれでは本編をどうぞラン・イクジロー闇に溶ける男 呼び止めた少女たりには春の日ざしがまんべんなく明るくて見るからに爽やかな日だった時折頬をなでるそよ風も何か香りがするように快いその昼下がりの銀座通りを広い肩幅を暖かそうに日を受けて月澤俊平が歩いていた ぴったりと身についた紺の三ついい、紺の揃真っ白いノリの効いたカラー無造作にかぶった軽そうなソフト一部の隙もないようなスマートさだ一見大実業家の御曹司といったようなこの青年紳士月沢俊平はその実逆さに振っても鼻血も出ない全くの海中無一物だったのであるいや ゆうべまではどこで手に入れたのか少なからず膨れた紙入れを持っていたはずなのだがそれがけさになってみると別のポケットに入れ忘れていた五円札がたった一枚きりその一枚ぽっきりの札でさっき菓子の路地にぶったおれそうになっていた老人から具にもつかないバッジを一つ惜しげもなく買ってしまったのだ。 しかし一向に後悔している様子もなかったしごくのんびりした顔つきで歩いているのであるその顔つきから察するとゆうべの金もおおかたそんなことに使ってしまったらしい俊平は時々片手をズボンのポケットに突っ込んでそのバッジの手触りを楽しんでいたようだったが三度目にはとうとうつまみ出した 金5円のものにしてはあまりにも変哲のない代物だった尻尾をまがいの赤い地の中に金色の獅子が浮き出していて遠目にはちょっと目立つようだが手に取ってみれば細工の線も弱いしどうせ大したものではなさそうだあのおやじどこかで拾ったんだろう10銭でいいそう言って すがりつくような目をしたしわだらけの顔を思い出した。これをつけていればきっと幸せがありますぞ。あなたの胸に輝かせてくだされ。そんな文句で幸福を十銭で押し売りしていた親父。それに札を握らせて振り向きもせずにスタスタくると後ろの方で。 低く笛のように喉を鳴らした親父俊平はにこりと一人笑いをするとちょっと考えたからその手のひらの上で転がしていたバッジを襟の穴に通した生活を保証されている印つまりサラリーマンの印のようにそれが春の日に光ったそして懐中無一物の月沢俊平が 青年高級社員のような足取りで歩き出したのである時々口を尖らすようにするのは口笛を吹いているのかもしれないあの後ろで人声がしたあのもしもし小走りで追いついてきた足音に俊平がゆっくり振り向くとパッと咲いた花のような美少女が心持ち その美しい眉の間にシワを立てて立っていた全然見ず知らずの少女だった春のハフコートから紫というよりも藤色に近いブラウスをのぞかせ短めのスカートに絹に包まれたすんなりした足がつやつやと伸びていた僕にご用ですか？ええ、そりゃ結構 ちょうどお茶ででも飲みたたいいとと思っていたところですよ。だが甚だ懐具合が悪いんですが呼び止めた以上ご馳走していただけるんでしょうなあらそれともここで立ち話ですかまあいいわお茶ぐらいそうでしょうわざわざこの忙しい僕を呼び止められたんですからね 一向に忙しそうでもなかった俊平が一人で勝手なことを言うと「ともしましょう」そう言いながら先に立って傍らの喫茶店に入っていった割にすいていた落としたハンカチやはりボックスの方がいいでしょうな。 君、コーヒー二つ。腰を落とした俊平は、球時に指を二本立ててみせると。何かお菓子でも取りますかいりませんわ。そうですか。じゃあ、とりあえずコーヒーだけ。ところで、お嬢さん。僕は月沢俊平というものです。まさか人違いじゃないでしょうね。お名前なんかどうでもいいんですの。 彼女はこの上絶な春平に反抗するような目をとがらせた。おやおや、月島春平に御用でないとするとどういうわけですかね。呼び止められたのはとても簡単なことですの。そのバッチを譲っていただけません。えー、これを春平は刺されたバッチにちょっと触ってみてから。 わざとゆっくり。いけませんね。おゆずりするわけにはいきませんよ。もうなぜ？なぜって言われると困るが、今買ったばかりなんですよ。知ってますわ。ついこの先で年寄りから買ってやったんでしょ。失礼ですが、十円でゆずっていただけません？十円で。 なるほど、いいねですね。ですしかしやっぱりお断りしましょうさあコーヒーが来ました砂糖は2つ入れましょうか俊平は平然として彼女のカップに角砂糖をつまみ入れてやるといかにもうまそうにすすり始めた彼女は下唇をかみながら俊平の顔を見上げていたがでは 15円で、です。いくらならよろしいんですのよしましょうどうしてこんなものにそんな馬鹿げた値をつけるんですかあなたこそなぜそんなもんを5円も出して買ってやったんですの今どきあんなお金の恵み方なんてキザだわ彼女は悔しそうに俊平の顔を見つめたままコーヒーには手をつけようともしない おやおや5円で買ったのを見ていたんですかそんな元値まで知っていながら15円とは気前がいいですなそんなら僕の買う前に10銭で買ったらよかったじゃないですか向こうの稲いいは確か10銭でしたからねそんなこと余計なお世話よそのバッジの意味も知らないでこのバッジの意味ああそうそう これをつけていると幸せが来るなんて言ってましたよなるほどなあこれをつけたら途端に見ず知らずの美しい女にお茶を誘われた霊言あらたかですねいよいよ15円ぐらいじゃ話せませんははははハまあバカにしてるわ勝手に面白がってらっしゃい人の気も知らないで彼女は 口の中でそんな言葉を吐くとその透き通るような美しい眉の間に鋭いき化抜きを漂わせてぷいっと席を立っていった「ああちょっとちょっと」「飲みかけていたコーヒーを置いて月沢俊平が珍しく慌てた声をかけたそして」と振り返った彼女の白い柔らかい手にバッチならぬ 会計の票を握らせると、忘れちゃいけませんよ約束が違います僕は今非常に都合が悪いんでしてねまあ彼女は震える手つきで四角いハンドバッグから五円札を出すと伝票と一緒にレジスターに投げつけるように置きもう後ろを見ずにさっと出ていってしまったあ,あもしもし ハンカチがハンドバッグをンけたときに落ちたハンカチも気づかずにいってしまったのだ拾い上げてみるとバラの香りを含ませた色模様の絹ハンカチで片隅に何か名前らしい縫い取りがあるありがとうございます無表情に突き出された四円なにがしの釣り線を彼女に代わって受け取った俊平は そのハンカチと一緒に今まで空っぽだったポケットに突っ込み悠然と店を出た外に出てすぐ見回したのだがたった今出ていったはずの彼女の姿がもうどこにも見られなかった急いでどこかの横丁に曲がってしまったらしいやれやれ4円いくらの借金をしてしまったぞバッジの意味も知らんくせに とはどういうう。いわけだろ宣告は俊平のくせですぐちゃかしてしまったのだが彼女の様子では何かもっと深い司祭があるらしいそうだハンカチに刺しゅうがあったポケットから出してみるとその刺しゅうは「竜子」と読めたもう一度ついでに顔を近づけるとまたバラのにおいが。 まるで美しい龍子の写り画のようにほのぼのと鼻をくすぐる俊平はにっこりとして丁寧にそれをポケットに収め先ほどと同じように何事もなかったかのような足取りで歩き始めた同じバッジの男向こうから来る男が ひょいと俊平のよけるほうによけたので危うく突き当たりそうになってちょっと立ち止まったとその瞬間俊平はその男の洋服の襟に自分とそっくり同じバッジが光っているのをすぐ見て取ったおやこんなバッジがそうどこにもあるはずがないあるいはこの男も戦国の老人から買ったのであろうかいや あの親父は一つしか持っていなかったはずだったが俊平はそのまま二三歩行き過ぎてから極めて自然に足を返すとその男の後をつけ始めた別にどこへ行くというあてもなかったらしい俊平に今度は見えくれに追いかけていくあてができて楽しそうに見えた銀座から京橋を渡ると 八丁堀の方に折れていった。八丁堀の電車通りを過ぎて23回曲がっていくといかにも下町らしい下田屋の一角に出た先の男は一度も振り返らずにしかし別に急ぐでもないらしく時々ショーウィンドウなどに目をやりながらそこまで来るとやがてひときわ大きな屋敷の黒塗りの塀に続いた古い どっしりとした門をくぐって敷板伝いに吸い込まれていったふふん俊平はその門の柱にぶら下がっている「精神療法本部」というふとぶとしい文字の看板とその傍らの「黒島源三郎と」と威圧するような肉太の表札とを見比べていたがこっくり一つうなずいて続いて「いて その門,をくぐってった門内は思ったより広いこの辺りにこの広い庭があったのかとちょっと驚かされるくらいに広い庭が色あせた大和垣き越しにしんかんと広がっていたしかももとは数奇を凝らした庭園であったろうに久しく手を入れぬと見えてあれにあれむしろ 荒涼といいったような感じさえ見せている。しかし築山も池も老口も一つ一つ見ればいずれは名ある庭師の手になったものと見えるが久しい風雨に石組みも崩れて池の中の蓬莱塔も本来の亀の形が甚ははだ怪しくなっているただ古式通りに植えられたその島の松の樹齢から察すれば このあたりは大震災の役を逃れたのか庭自身100年以上もたっているらしく思われた「もしもし」「うっかり庭に見入っていた俊平はその後ろからかけられた突然の声にびっくりして振り向いてみると眉の険しい男が着流しの風呂で片手を懐に入れたままいつの間にか音もなくそこに立っていた」 まるで銀流しといった支度である「やあ漆径」だが君この庭なんざ惜しいものだねえ蓬莱塔にしても紀藤席から両手席尾崎席までちゃんと式通りに踏んでいながらこのありさまとはねえいきなり相手構わずしゃべりだした俊平にその男はちょっと目をパチクリさせていたが今度は何に気づいたのか いきなりペコリと頭を下げて失礼いたしやしたもう皆さんお待ちかねでして <laughs> さあどうぞ小腰をかがめて玄関の方を指したそうかいうなずいたものの俊平の方が今度は逆に毒気を抜かれた形であるしかしそんなことで俊平は悪びれない わざとゆっくり玄関まで歩いていくうちにその意味の察しがついたそれはどうやらこの襟のバッジのせいらしいとさっき銀座から追いかけてきてこの屋敷の中に消えた男の胸にもこれとそっくりのバッジが光っていたそうとすればこれはこの精神療法本部とやらの解消なのかもしれない 思いあたたったのである玄関に行ってみると案内を請うまでもなくそこには若い男が彼を迎えるように立っていた俊平は黙ってその男に続いていった「家も思ったより広い庭同様に古いことは古いが着ぐみもしっかりしているし掃除がしてあるだけはましであるただ奇妙なのは」 とざしてはあるが障子からかみの隙間からちらっちらっと見える部屋の中がどの部屋もどの部屋もまるで家具一つない伽藍堂なのであるこれだけの屋敷に住みながら黒島源三郎という男は着のみ着のままなのであろうか少なからぬ部屋数の中でそれとなく見たところではたった一つ最後の部屋だけに タンスなどが置かれてあって、あっどうやら部屋らしい格好をしていただけであったその長い廊下を右に左に曲がっていくと突き当たりに廊下続きの土蔵が口を開いていた若い男は先に立ってそれを潜ったそして薄暗い土蔵の中を今度は掛けばしごでトントントンと2階へ上がる。 俊平は素早く土蔵の中を見回したが彼もまたすぐ続いていったここまで来た以上今更引き返すのも尺だった帰顧の勢いであるしかたがなければ精神療法を頼みに来たのにこんなところへ案内されたのだとでも言うつもりであった バッジの罠土蔵の2階へ上がってみるとガランとした板張りの上に五六人の男がずらりとあぐらをかいていた洋服もいれば着流しもいたしかしいずれも人相はあまりよくない連中である間違っていきなり秘密の賭場へでも飛び込んでしまった格好だったいやあ ご苦労。その声に奥の方を見るとずらりと並んだ一番奥の正面に一人だけ座布団を敷いて剛然と大あぐらをかいた五十絡みの男がいる小さい窓から光は淡いが確かにどこかで見た顔だったあ春<っ>俊平が思わず驚きを漏らしそうになったのは 今さらこの場の異様さではなかったその正面の男の左手窓からの光の一番淡いところに夕顔のように白く一人の女性が座っていたからであるしかも瞳を凝らしてみると彼女は間違いもなくさっき銀座でいきなり呼び止めた上バッジを譲れと言った龍子なのだだが龍子の方では 俊平にさっきから気がついていたであろうにまるでこの世で初めて顔を合わせた者同士のようにツンとすまし返っている俊平はもう一度龍子の顔を盗み見たとその時絵画でギーッと土蔵の扉の閉められる音がしたまあ座りたまえさすがの俊平も っって座ったところで早速だがどうでもいいようなもんだが一応聞いておこう君の名前は正面に大あぐらをかいたこの家の主人黒島源三郎が変に落ち着いた声をかけてきた月沢俊平ですどうぞよろしく何ですか これからその精神療法というのが始まるんですか <laughs> 精神療法といえば精神療法かもしれんな。君のそのおしゃべりが止まるような。ねえ。ほほう。面白そうですね。とするとつまりね、ここまでご足労を願ったというのは君のような物好きな男に。 うってつけの仕事があるんでねそれをやってもらおうというわけさははあ面白そうですねこんなに大勢の若い者がいるのにことさらこの僕が選ばれたというのは光栄というかなんというかシャーシャーとした俊平の言葉に並んでいる男たちもちょっとざわついたが正面の黒島が 小さく手を振って礼すると。ふん、なかなかいい土俵。そうなれば話もしいいというわけだ。じゃあ早速に要件の方だが、実はこの土造の床下にフリードのような隠し穴がある。その中にちょっと探し物があるんだが、入ってもらえまいか。探し物というと？実は。 もう言ってもいいだろうだいたいこの屋敷構えから見てもわかるだろうがここは幕末まで続いた猿大名の江戸屋敷の跡だちょっと血生臭い事件の噂がうるさくつきまとっていて今に至るまでこの有様の荒れ放題がそれがまだ幸せだったと言えるのはこの大名国本筋の記録によると どうやらこの屋敷の中に少なからぬ金目のものが隠してあるらしい。ということが分かったのさ。ほほう、よくある夢物語のようですね。それで嘘なら嘘と思ってもいいさ。かえって君は夢物語だと思っていてくれた方が、俺の方としては都合がいいわけだ。とにかく、 お家騒動をめいたものがあってその時に血生臭い事件もあったんだがいざとなってみると相当になければならぬはずの金がまるでないんだもともとそれをめぐっての騒動だったのに肝心要の金がまるでないそれがうやむやになって今に及んだというわけだなるほどそれを嗅ぎつけたから 俺がまずこの屋敷をそっくり借り受けたそしてゆっくり探してやろうとかかったんだがさてその当時も相当に調べてわからなかったくらいだからそうおいそれとはわからんやっとのことつい昨日になってこの土蔵の床下に古い土のような穴があるのを見つけ出したがひどく古いし第一 こういうい穴はガスが危ないというわけで犬をつるして入れてみたうまいことを考えましたなとどうだ犬のやつめそこにつくかつかんかのうちにころりとおだぶつよんーんメタンガスでもたまってるんでしょうそりゃ危険だまったく危ねえ話さ だだ。から誰もも進んん入ろううというものがねえんだそれで相談は銀座から拾ってきた君にちょっとその穴の中を見てもらいたいとこう言うわけだ黒島源三郎はそう言って俊平の顔を見ると君の悪い笑い声を立てたその声その特徴のある笑い声 この黒島源三郎こそさっきは銀座で例のバッジを売りつけていた親父なのだこのバッジは「幸せを招く」などとはとんでもないでたらめだったのだ黒島源三郎が身なりを変えて物好きそうなどこへでもひょこひょことついていきそうなつまりカモを探し求めていたのである そういうい青年を探すには銀座のような盛り場はまさに屈強な場所であったそして黒島の想像通り金の五円も出してバッジ1つ買った上のこのこと広げられた罠の中についてきた男それがこの月島俊平自身なのだ れれられぬ難題だが俊平は別に顔色も変えなかった彼もまたそうあるべきはずなのだと言わんばかりの不敵な顔をすると黒島の方を見返して「ごめんこうむりましょう」第1調べる前にこっちが参っちまったらお話にならんじゃないですか。 果たして穴の中にそんなものがあったとしても僕が死んだら知らせようがない心配するなだからここに防毒マスクがあるこれを貸してやるそんなもんがあるんですかそんなもんがあるんなら何も見ず知らずの僕に大事そうな秘密を打ち明けなくったってここにいる連中にやってもらったらどうですかとにかく僕はごめんこうむきますよ ところが、この防毒マスクというやつが、旧式の心もとない知れ物で、検証付きでもやり手がねえ。今更ガスマスクの試験までするなんてまっぴらですね。新しいのを買ってきてください。そしたら、賞金によっちゃご相談になりますよ。時節柄、右から左にあるもんか。一週間ぐらいは間がかかろうし、その上うるさいことにゃ、 仲間嵐の鶴巻健介が嗅ぎつけやがって今日明日にでも乗り込んでこようというあんばいだだから早いとこつかんでずらかろうってんだへえなんだか知らないがその鶴巻健介ってのはそんなに怖いやつなんですかねあんたでも歯の立たないような歯が立たねえというわけじゃねえが黒島源三郎はわざと肩をそびやかすと まあ、お前らの知らねえやつさ誰だって本当の顔を見た者はいねえそれでいて俺たちの骨折ったうまい仕事をいつの間にか鍵ぎつけてきやがって横っちょからかっさらっていこうってやつさ悪党の上前をはねて具にもつかねえ女子供にばらまく嫌な野郎よへえところで警察の方は来ないんですかねえ 俊平が本音を吐くようにそう言って辺りを見回したはッはハそんなもんを待ってたって来やしねえよ表の看板で追い払えばそれまでさところが鶴巻の方は油断のならねえやつでねまあこれだけ話したら特進が言ったろう早いとこマスクをつけたらどうだもし嫌だと言ったら おいおい、ふざけるなよ。何も言わねえ前ならともかく、おめえが聞きたがってこう打ち上げた以上、どっちへ転んでも無論、命はもらったよ。銀座からここへ来るまでに誰にも会わなかったのはちゃんと知ってるんだ。ここでお前という人間が一匹消えてなくなっても、一向に気づかれるはずはねえ。 シ平はしかたなしに押しやられた防毒マスクを取り上げたそのマスクはいかにも旧式なそればかりかところどころ虫が食っていようといういかにも心細い代物だったシ平はそっと辺りを見回した辺りは変にシーンとしていたそして ずらりと並んでいる男たちの右手がそろって懐やポケットに入れられているおそらくその手の先には担当かピストルが握られているのであろうそれなのに俊平のポケットには龍子が落としていったあのバラのにおいの絹ハンカチしかないこの土蔵の扉は確かにさっき閉められた気配だった 逃げることもできない「早くしろい」「もっともおとなしく言うとおりにすればしいて命までとは言わんぞ」俊平の困惑を見透かすように黒島が声をかけてきたその声に目を上げるとさっきから黙り続けている竜子の白い顔にも思いなしか市松の憂いが漂っているのが映った そうだ、あの時銀座で盛んにバッジを譲れと言っていたのはそれをつけているとこんなハメに導かれるのを知っていて俊平を助けてくれようとしたに違いない一生懸命に助けてくれようと骨折ってくれたのだそういえば龍子が喫茶店を出るとすぐ姿を隠してしまったことそれからすぐこのそばにいる男が 同じバッジを見せつけるようにわざと突き当たりそうになったりしていったこと、俊平が追いかけてくるのを心得てわざとゆっくり歩いたり、たびたびショーウィンドウを見るようなふりをして、その実、ガラスに映る俊平の姿を確かめながらここまで来てしまったことなどが一瞬に思い出された。 庭の天文学ちょっと待ってください俊平は何を思いついたのか額に棺筋を立て始めた黒島を制するように片手を挙げて「ちょっと待ってくださいその隠し場所はどう考えてもこんな土蔵の中じゃないですよ土蔵の中なんかにあったものなら誰だって気をつけて探すでしょうから。 この前のの前騒動の時にすぐ探しし出されてしまったはずですよ。それがなかったとすればこれはどうしても庭が怪しいいと思いますね。僕もさっき思わず庭に見とれていたんですがそれはこれだけの庭だから相当な庭師がやったに違いないのだが石の具合がどうも腑に落ちないんです今更ごまかそうったって駄目だぞ。 とんでもない。まあ聞いてください庭というのは全て陰陽道によっているもんで石にしても立っている石がよう寝ている石がいいんであって片方だけというのはないはずです立っている石があれば必ずねじめの根石があって釣り合いと安定をとっているはずなのにこの庭には僕がちらりと見たところでは 五つ六つの石ばかりが点在している。それから思いついたんでもういっぺんよく見ないとはっきりしないがどうやら北斗七星でもかたどったんじゃないかという気がしたんですがね。とするともう一つの星になるべき石を見つけてそれを5倍に引き伸ばした位置つまり北極星の位置が はなはな疑問になってくると思いますねふんどうですかもういっぺん庭をよく見せてくれませんか北極星の位置のところを掘ると途端にザクザクと現れるかもしれませんぜふッ <laughs> なかなか面白そうな見方だがねしかし今さらお前をそうやすやすとこの土蔵の外に出すわけにはいかんのだようんそうだ この2階の小窓からちょうど庭全体が見下ろしになっているはずださすがに黒島は一どの悪党らしく俊平の弁説を軽く押し返すとしかし自分はついと立って明かり窓の外の庭の模様に果たして俊平が言う通りかどうかという鋭い目を放った。春平はじっとして、 流れ込む光に浮き出している黒島源三郎の横顔を見つめていただがやがてその黒島の剛腕な横顔が皮肉な笑いにピクピクと動くと「おい俊平庭石の描く北斗七星とはいかにもうまくこじつけたもんだな北極星が怪しいとなフッフまあ 世間のやつらならコロリとだまされるだろうさそして慌ててシャベルでも担いで庭に飛び出していけばそれがお前の思うつぼその隙に逃げ出そうという寸法だろうがこの黒島源三郎はそうはいかねえよちょっと言葉を切って窓の外にあごをしゃくるとどうだあの石のあんばいは せめて曲がりなりにでもひしゃくの格好がしていてもらいたいねひしゃくどころかご丁寧に丸くなってらあなハッ <laughs> 黒島が吐き出すように言った俊平はひかれるような足取りで明かり窓のところに行くとそこに頑丈に植えられた鉄棒を両手に握ってじっと と目の下の庭を見回したをいかにもその庭に配された5つの立石はその1つを中心にしてほぼ円を描いているといった方が近かった黒島がとげとげしく言ったようにこの土蔵から出る最後の機会を失ってしまったのであろうか鉄棒を握った亮の手に知らず知らず 力が入っていった広い額には陽気外れのネバネバした汗がしっとりとうかんできた俊平は力を入れて目をつぶった背後にはぐるりと男どもが取り囲んでいる気配である「おい早く面をかぶったらどうだコウモリの干物みたいにぶら下がってねえでええおい!」。 銀座からここまで導いてきた男の声がすぐ耳元でした。同時に洋服を通して背中にチクリと冷たいものが触った。どうやら開口の先らしい。さあ早いとこしようぜ。お前が穴の中で伸びても死骸だけは引き上げてやるぜ。そのまま腰にぐるぐると継なが巻きつけられてしまった。 まるで哀れな猿回しのような格好だったがその時振り返って黒島の顔を見上げた俊平の顔にはなぜかポッと赤みがさしていたちょっともう一つもう一つだけ聞きたいことがあるちえ往生際の悪いやつだな何も穴に入ったからってオダムスとは限らねえんだぞ いや、わかってる。わかってるが、もう一つだけ知りたいんだ。ここは、すぐそばに川がないか川が。大ありさ。ここは大川端じゃねえか。それがどうしたうーん、そうか。ここは大川端になっているんか。わかった。わかってきたぞ。その川向こうに、何かこの屋敷と因縁のある場所があるはずだが、 知らねえな。黒島が吐き出すように言ったふーん駿平が考え込むのを横目で見ながら「下屋敷」というのがあったんじゃなくて龍子が誰に言うともなくつぶやくように言ったえやっぱりそういうもんがあったんですか駿平がすぐ引き取ってそれで分かった。 宝の隠し場所がやっとわかりましたよ。彼はいつものような微笑を取り戻していた。ごまかしもいい加減にしろよ。ごまかし？とんでもない。現に僕の想像通り、ここの住むそばに大川があったり、そのまた向こうに下屋敷があったり、ピタリピタリと当たっているじゃないですか。この庭の石は星を表しているんです。 空見てください。真ん中の石を中心にあとの5つの石が円周のように立っているあれは五両の頂点を示すつまり星形を描いているんですこの2階から見下ろせばなお一層はっきりするじゃありませんかよく星「星だ星だ」という男だなしかたがありませんよ庭と天文とは切っても切れないもんですよ それに、日本家屋のような開放的なものじゃ、ろくな隠し場所はないし、庭が怪しいとなれば、勢い天文歴数に秘密があると見なければならないもんですからね。同じ庭に水を一つ流すにしても難しい規則があって、西流、東から、白湖、西へ流すか、それとも、原部、北から、スザク、 南へ流すかしなければならんのです。それはつまり、玄武の院から朱雀の世へ流すことが陰陽和合できちとなる理由で、これは庭づくりの秘伝でもあるんですが、その意味でこの庭に容積ばかりで星をかたどったという事実は見逃せないことだと思いますね。俊平はようやくおしゃべりを取り戻してきた。だから。 この庭の男性の星に最も一般的な男の星として研究制を当てはめてみるとですねどうしても天の川を隔てて食樹制がなければならんはずところがどうですちゃんと間に大川がありその向こうに下屋敷があっただからその下屋敷の庭にきっと今度は寝石ばかりで星をかたどったものがあるに違いないんです その職女性の中心とこの研究生とを結んだ銀河の中に宝がある。そう思いますね。優秀なタナバタに託した秘密がたった今発見されたんですよ。まあ本当にいちいちおっしゃる通りだわ。いかにも昔の人が考えそうなロマンチックな秘密ですわね。龍子がまず。 簡単な声を漏らした。肩を怒らしていた男たちの顔にも同様の色が現れてきた。闇に溶ける男。ねえ、その下屋敷というのを調べてみましょうよ。ねえ、そんなもんが今あるかどうかわからんよ。黒島が。 低く言った。だってせっかくここまで秘密を解いていただいたのに私この方のおっしゃるのは本当だと思うわ龍子が熱心に俊平の説を取り上げてくれたこんなに屋敷中を探したってなかったじゃないのきっとそれは探し方を間違えていたからなのよ親方物は試しだちょっくら探してみるだけでも。 相変わらず懐で押している銀流しのような若い男が腰を浮かせた。だが、川向こうは震災にやられているからな。おいそれとわかるかどうか。仕方がねえ。じゃあおめえらみんなで手分けをして早いとこ見てきてくれ。とんだことを言い出しやがって。黒島は舌打ちしながらも半信半疑の様子であった。おう。 その前にこの男縛っておけよ。騒ぎ出すとうるせえから。俊平はその腰につけられた。綱でぐるぐる巻きに縛り上げられると、土蔵の二階にゴロンと1人で寝かされた。静かにしてろよ。すぐお返事に参るからな。そんな捨て台詞を残して一同をどやどやっと土蔵を出ていくと。また、ピーンと情の降ろされる音がした。 俊平はゴロンと転がされたまま後ろでの指先をせわしく動かしていたそれはワイシャツの袖の間に忍ばせてあった鋭利な安全カミソリの替え刃を取り出していたのであった母屋には黒島と竜子だけが残った気配だったおい竜子黒島の不機嫌らしい声が しんいんとした土蔵の中にも伝わってくる。竜子、あんまりつけやがったまねをするなよ。てめえ、まさか、この俺に拾って育てられた恩を忘れやしめえな。なんだ、今日のざまは。俺にはちゃんとわかっているんだからな。あの月沢とかいう男がばっちよかったのは、やつに運のねえ証拠なんだ。 それを一緒に喫茶店なんかに入り込みやがって、バッチをよこせとかなんとか。俺の邪魔ばかりしてやがる。だって、そんな悪いことはもうよしてください。あの月沢さんには何の罪もないじゃありませんの。まだ言うか、バカめ。あの男がのこのこ来たからいいようなものの。さもなくば、 お前を穴の中に入れてやるんだぞ。そ、その方がいいわ。そして窒息して死んだ方がどんなにましたか？うるさい。激しい音がするとあたりは余計静かになってしまった。黒島が苛立たしそうに歩き回る。足音だけがせかせかと響いている。男たちは。 震災に焼け尽くした下屋敷の跡を探すのに思いのほか手間取っているらしく一向帰ってくる様子もなかったそしてどのくらい経ったであろうかイライラしている黒島の耳に突然庭の方で石をたたき割るような激しい物音が響いた慌てて飛び出してみるとそこにはいつの間に現れたのか 洋服姿の男が一人向こう向きになって足元に散らばっている石の破片の中から何か古臭い紙切れのようなものを拾っているところだっただ誰だ,れだその黒島の声にゆっくり振り向いて微笑したのは間違いもない月島俊平なのだおっ 様は月島俊平ならばぐるぐる巻きに縛られてついそこの蝶のかかった土蔵の中にいるはずだが黒島は不安そうにちらりと土蔵に目をやったはッ <laughs> 先ほどはお世話さま月島俊平またのな鶴巻健介だよ鶴巻健介がいつまで縛られていると思うのかね 鶴巻健介黒島はぎょっとしたように目を向いたおい黒島あの穴は昔の感動で大川端に抜けるようになっていたんだぜ地割れがしていて苦労したがガスの方は下によどんでいるだけで犬と人間じゃ背丈がちがうから平気だったこのとおりピンピンして外に出られたばかりかちょっと23件によって用事も済ます またお邪魔に来たというわけさ。おい、そうキョロキョロ辺りを見回すなよ古文どもはいくら待ったって無駄だぜ今頃はそろって警察のご厄介になるように話しておいたからねハハハハハどうも銀座で黒島源三郎ともあろうものが姿を変えてのバッチュ売りはおかしいと思って冷やかし半分で買ってみればこんなありさまだ しかし全くお説のとおりこのバッジは幸福をやぶと見えるねおかげでばく大な宝とやらをそっくりいただけそうだよ北斗七星も嘘なら剣牛植樹も出まかせさ蓬莱塔の亀と思い合わせるとここにあって雨ざらしの石彫りのウサギが臭いぐらいはわかりそうなもんじゃないか土蔵の2階から目星をつけておいたんだが 今戻ってきて叩き割ってみれば果たして。この通りなんだか面白そうな古文書が飛び出してきたぜ。うむ鶴巻健介がひらひらさせた紙切れめがけて、黒島が狂気のように飛びかかった。しかし、健介が軽く身をかわして。くわっ黒島の葬りがしたたかになると、彼の体は池の中に揉んどりうっていた。 たたった一撃だったのに黒島はもう這い上がる気力もないらしいちょっとそのまま待っているんだぜもうそろそろ警察から迎えが来る自分だから鶴巻健介はそう言いながら向こうに呆然と立っている竜子に気づくと「ああ竜子さんいろいろご厚意ありがとうあなたはこんなところにいる人じゃありませんさあ早く。 うらかましょう手を引くようにして裏軌道を抜けると悪いことは言いません黒島に育てられた義理なんざ今までのあなたの苦しみで十二分に償われていますよ明るく暮らすに限りますああそうそうあなたに返さなきゃならんもんがあったっけ鶴巻健介は楽しそうに微笑を見せながらあの ラのにおいをふくませた竜子と縫い取りのある絹ハンカチを彼女の白い手に握らせた彼女の手が白ろと見えるほど辺りにはもう夕闇が迫っていた絹子はその絹ハンカチが何かを包むように結んであるのをいぶかしそうにほどいてみるとご好意に対するわずかなお礼心を受けてくださいバッジを見るたびに あなたを思い出すことでしょう。と、走り書きにされた紙切れがあって4円いくらかの小銭とともに素早く彼が都合したらしい少なからぬ百円札が畳み込まれてあった慌ててあげた龍子の目にしかしすでに鶴巻健介の姿は夕闇の中に解き消されてあったそして古文書に関する審議を問いただすすべも 彼とともに闇の中に溶け。失われてしまったのである。ご視聴ありがとうございました。蘭育次郎作の他の作品は。このようなものを朗読しております。どうぞ。合わせてご視聴ください。